こんにちは、遠藤です今回の動画では開発案件単位で人材を採用するメリットデメリットについて話していきたいと思いますそもそも開発案件単位で人材採用するっていうのはどういうことかっていいますと,、えー、っとまず案件を営業が取ってきたとします、まあ、こういった開発案件があります、まあ、1000万の案件なのか500万の案件なのか、まあ、5000万1億の案件なのか、まあ、そういう案件を取ってくるとしますで、えー、開発案件 <laughs> えー、1000万取れたとしたらその1000万の案件を、えー、対応することができる人材を案件を取ってから市場で採用する、まあ、案件を取るのと並行しながら、まあ、案件角度が高いっていうのが分かったら、えー、市場から採用するっていうことですね <laughs> これがまあ案件単位の採用ですで、えー、一般的にはこういうやり方は、えー、あまり取られていないというところだと思います一般的にはまあシステム会社だったら自社で正社員をこう抱えておいて えーまあ、10人抱えておいてで、そのうちの,あの案件を新しく営業が取ってきたら、この案件に対応できる人材を、まあ、この10人の中から、えー、出してで、その案件に対応させるっていうようなやり方になっています。<laughs> で、この開発案件単位で人材採用するメリット、デメリットについて話していきたいと思います。ちなみに私としてはこの開発案件単位の人材採用っていうのを今推しているというか、えー、これを推奨しているという立場にあります。 でまずメリットとしてはその案件を対応できる人材が必ずしも自社にいるとは限らないっていうことですでその際に、えー、市場から取ってこれるので、えーまあ、その案件を対応することができるっていうところですねでシステム開発の一つ大きな特徴としては、えー、人材の価値といいますかその人材の質っていうのが非常に重要になってきますつまりできる人とできない人の差っていうのが非常にあの大きくあの乖離するっていうのが システム開発の大きな特徴ではありますだからあのできない人を3人当てるよりできる人1人当てた方があの結局うまく進むんですね後者の方が。っていうところの特性があるので、えーまあ、自社にいる人材から出すより市場から取ってきた方がいいパターンもあるっていうところです。えー、またこれにはあの自社に人材がいたとしても別のプロジェクトに入る。 入っつまり、えー、人材、まあ、いい人材ほどあのやっぱり何て言うんでしょうね稼働率を高めておきたいっていうのが経営側の,あの意思だと思いますので、まあ、いい人材遊ばせておくわけにはいかないので大体いい人材はあの別のプロジェクトに入ってるから、まあ、新しいプロジェクトに入るのが遅れるであったり、まあ、そもそも稼働量の問題で入れないっていう。 ことがまあ往々にして起こるっていうところですね。えー、で、メリット二つ目としては、えー、採用をその稼働が、稼働というか案件が取る段階で採用するので、えー、つまりま、案件をいくらでも取れるっていうことですね。まあ、いくらでもっていうのは少し言い過ぎですが、まあ、今までよりは多く取れるっていうところです。えー、つまり、今までだったら、例えばこの今いる10人がまあフル稼働で100%なってる場合は、 もう人材というか、あの、案件が取れないわけなので、えー、この人材入れられないので。<laughs> だから、まあ、正社員採用を新たにして、まあ、10人を12人、13人とかにして、で、このプラスアルファの3人で、まあ、違う案件をやったり、まあ、もしくは、この3人を今の既存プロジェクトに当てて、で、リーダー、リーダーのポジションの人をこう抜けさせて、新しいプロジェクトに当てたり、みたいなことがあったりします。<laughs> ただ、まあ、人材採用を案件を入れるときにすれば、まあ、そういった問題はある程度は解消できるっていうところですね。はい。といった、あのまあ、今、自社に人材がいなくても案件を採用できるっていう、案件を獲得できるっていうメリットだったり、あとは、あのそのスキルが、自社にそのスキルがない場合でも案件を獲得できる。まあ、案件を効率的に回せるっていうのが、えー、このメリットになります。 逆にデメリットとしては、ちょっと話しながら、話しながらというか聞きながら思われたかもしれないんですが、これは難易度が高いやり方です。通常よりはですね。つまり、えー、いろんな、あの、通常のプロジェクトよりもリスクが高いっていうことですね。えー、自社に、まあ、10人いる社員の中から、そのプロジェクトに当てる人を出せば、えー、まあ、自社のメンバーっていうのは、そのスキルセットだったりっていうのは分かっていますので、まあ、ある程度、<laughs> こう、何て言うんでしょう。対応はできるかもしれないっていうところですが、この採用をその案件の時にするっていうやり方をすると、えーまあ、その人のスキルセットっていうのは、もうその人が、まあ、面接の時だったり、あのウェブテストだったり、そういった時に、えー、こちらがなんとなくその結果から推測するしかないっていうところですね。つまりコミュニケーション能力が高くて、まあ自分をこう大きく見せるっていうのに長けている人であれば、あの、<laughs> プロジェクトに入ってからその人がミスをする。 かもしれないっていうところです。まあ、かその代わり、<laughs> まあそういった傾向があります。まあ自社の社員で出す場合は、まあそういったリスクはないっていうところですね。で、また、その、新しいこうメンバーをこう集めてくるわけなので、<laughs> なかなか、その、いきなりのこのチームワークっていうのは、えー、難しかったりもします。ただ、まあこれはちょっと表裏一体な部分もあって、じゃあ自社の正社員だけであの組んだチームの方が、 チーームワークはいいいのかかっていうととまあ、またそれもそれれもすかつまり若干こう慣れ合いな気分慣れ合いなあの状態になったりもあのしがちなのでむしろこう新しい人だけで集まったチームの方がルールが厳格に守られるっていうような側面も、まあ、傾向としてはあるっていうところですで、えー、まあこのデメリット通常通りやるとこのデメリットが発生してなかなかあのー このやり方を採用しにくいんですが、まあ、このデメリットを少し打ち消すような、まあ、代替案っていうのも私は用意してますので、そっちをやると、まあ、ある程度現実的になるかなとは思ってます。まず一つ目は、あの、案件単位で採用すると言っても、ゼロから採用しないということですね。つまり、メンバー全員を市場から採用するっていうのは、まあ、かなり難しいというか、えー、かなり難しいですね。まず。えー、つまり、まあ、その人数分だけ面接しないといけないですし、その人数分だけ、えー、まあ、リスクが、 高まるっていうことですだから、えー、大事なこととしては、えーまあ、リーダー格ですねリーダー格は自社の正社員だったりあの信頼してる人材を出すっていうところですで大体可能なポジションですね大体可能なポジションだがスキルの高いスキルが高い部分が必要そういったところを市場から採用する、えー、プラス、えーまあ、これもまた大体可能ですね大体可能ではあるが何、えー、て言うんでしょう人材の えー、スキルは高,高すぎなくてもいいが、えー、それなりの、まあ、プログラム能力、プログラミング能力だったりあの、テスト能力だったり、そういったものが必要な人材ですね、まあ。つまり稼働量が必要なポジションとスキルの高いポジション。で、これをあの市場から集めてくるっていうところです。ただしリーダーは、えー、自社から出すっていうところです。で、プラスアルファ、えー、っと、まあ、例えば設計を依頼する場合、SE を市場から採用するんですが、 あの、その SE も全員、このマーケットから市場から集めると、ま、ちょっと、あの、難しいことになるかもしれないので、SE のリーダーだったり、SE の補佐的なところは自社から出すっていうところです。つまり、どういうことを言ってるかというと、その、プロジェクトをする際のチームの骨組み、枠組みは自社の正社員で固めておいて、この枠組みの中ですね。中を、あの、市場から集めるっていうところです。これがまず、一つ、あの、やり方ですね。 で次のやり方としては、えーまあ、これを外国人で構成するっていうところです、えー。外国人で市場から採用するっていうところです。ちょっとこれでまあ、外国人を入れるっていうところで、あの若干難易度を高く感じられた、逆に難易度を高く感じられた方もいるかもしれないんですが、まあ、それはある意味事実ではあります。ただ、裏を返せばその、えー、このような案件単位で市場から採用するっていうのを、日本で、日本人だけでできるかって言われると、 それはそれで採用の難しさっていう難易度があると思います。つまりチームをそもそも作れないっていう難易度ですね。こちらの方が私は結構深刻な問題だとは思ってます。で、今、その日本だとマクロ的に見ると、あの、エンジニアのコストというかエンジニアの採用難易度がどんどん上がっていますので、案件単位で人材採用するっていうのがどんどん難しくなっています。だから、あの、もうここは外国人を採用するっていうところです。ただ、まあ、それはそれで逆に外国人を採用すると、 最初、その外国人にこう合わせていくだったり、外国人と働くっていうことについて、日本人のチームが学習していく必要があるので、これはこれで非常に難しい問題ではあります。ただ、学習っていうのは、学習というより、外国人に仕事を依頼していくっていうのは、もう、あの、日本だともう人口も、労働人口も減ってますし、エンジニア人口もさらにそれで減ってますし、だから、どこかのタイミングで外国人を入れるっていうのは、あの、すべての企業が、 ま、あ早いか遅いかはあれど、選択していかないといけない決断だとは思っています。で、ただ一度、あの、外国人と働くっていうことについて学習してしまえば、組織が学習して働くことについて慣れてしまえば、次回から外国人を入れるっていうことについて抵抗はなくなっていくので、で、そうなれば、その、まあ、世界の人材プールから、あの、人材を採用することができますので、えー、ま、非常に、あの、いいやり方だとは思っています。ただ、最初がしんどいというか、最初が学習が必要っていうところですね。はい。 ま、このように外国人を、あの、じ、自分のチームに入れることで、えー、人材の採用の難易度っていうのを大きく下げるっていうのが、えー、一つの案ではあります。で、えー、ま、あと三つ目ですね。三つ目は、このやり方は、ある程度プロジェクトだったり、プロジェクトに時間とコスト的な余裕を持たせるっていうところを強くお勧めします。つまり、あの、最初に言ったように、採用してから案件を始めます。ですので <laughs>、 ま、その採用にどれくらい時間がかかるかにもよるんですが、<coughs> 採用を、えー、して、まあ、採用できない可能性っていうのもありますので、特に日本人でやってる場合は採用できない可能性っていうのもあります。この人材、このポジションが必要だが、えー、まあ、1週間で採用できると思ってたが1ヶ月、2ヶ月かかってしまったと。で、そうなった場合、ちょっといろいろ計算が狂ってしまいますので、だから、プロジェクト自体に余裕のあるプロジェクト、余裕のある時間的、 えー、コスト的にも余裕のあるプロジェクトでこれをやることをお勧めします。で、えー、ちょっとメリット1つ言い忘れてたんですけど、これの,あの非常に強いメリットとしては、<laughs> えー、プロジェクトが終わった際にいいエンジニアが自社に集まるっていうことです。 えー、採用面接をこう、一般的なフローですね。採用面接をしてあの、面接をしてウェブテストをしてもらって、エンジニアをこう採用するっていう流れを取ったときに、えー、このエンジニアは、おそらく優秀だろうっていう判断にはなると思います。なぜなら、まだ自社のチームで働いたことがないからですね。えー、結局、経営サイドが求めてるのっていうのは、いいエンジニアを欲しいわけですね。で、いいエンジニアとは何かっていうと、自社にとっていいエンジニアですね。 つまり、さらに噛み砕いて言うと、自社のチームに入ってワークするエンジニアですね。それがい、e、いエンジニアです。で、これは、<laughs> まあ、A 社でいいエンジニアであっても、B 社でいいエンジニアであるとは限らないっていうことですね。で、それほど本当にチームっていうのは個別具体的なものなので、本当に入れてみないと分からないっていうところがあります。ただし、このやり方ですね。案件単位でメンバーを入れるっていうやり方をすれば、まあ、最初のこの難しさ、案件の難しさっていうのはもちろんあります。 もちろんあるんですがその案件を何とか終わった時ですね終わった時にできているチームっていうのは、まあ、つまり採用に成功したチームっていうことですね、えー、なぜならじ新しいじ、えー、人材を市場から採用してきて自分のチームを作ってでそのチームで案件を回すことができたとなれば、まあ、この今いるチームっていうのは採用に成功したつまり自社にとっていいエンジニアたちっていうことになるんですね そういった意味で人材の採用っていう面でもこのやり方は非常にいい,とい,いやり方だと私は思っていますまあこれについてはあのまた詳細だったりそういうのがあの知りたい方だったりディスカッションを私としたい方はえ概要欄からミーティングをセットしていただければと思いますそれでは今回の動画は終わりますありがとうございました